次はどこへ行くのでしょう。恋人へのプレゼントなら花屋さんかな。ったく気を抜くのはまだ早えよ。なんだか人通りが少なくなってきたぞ。どうやら裏路地に入ったようでござるな。なんか暗くなってきたし、やばい雰囲気だものね。プリーモが立ち止まった。隠れろ。チッ、店に入っちまった。あれ、お店かな。看板ないし明かりもついてないけど。ショーウィンドウの中は見えるか。羊の頭蓋骨にオオトカゲの剥製、それに瓶詰めになったヘビ。何の店？あ、よく見ろ。ところどころに光るものが置いてあるぜ。あれはネックレス。横にあるのは指輪か。げえ、アクセサリー屋さんなわけ？まさかプリーもこんな悪趣味なとこで恋人のプレゼント買うつもり？いや待て、もうすでに廃業しているのかもしれんぞ。確かに廃墟の中での密会はギャングの常套手段でござる。店の中が暗くてここからじゃ見えねえ。向かい側まで行くぞ。は？プリーモ以外にもう一人いるぜ。シルエットしか見えんな。ねえ、ちょっとあれ、相手の男が手に持ってるのって、ナイフだ。あれナイフだよ。何？プリーモが後ずさっている。やべえ、突入するぞ。誰か出てきやがった。ああ、お前たち。あ、プリーモ。お、あ、急に止まるな。ちょ、うわあ。大丈夫か？それはこっちのセリフだぜ。プリーモ、無事でござるか？怪我は？プリーモ、ナイフが。ナイフ？あの男は何者なのだ。プリーモ、危険な目に遭ってんならなぜ俺たちに相談しねえ。何笑ってんだ。すまない、店主に新作のペーパーナイフを勧められて断っただけなんだが。いらぬ心配をかけてしまったようだな。ペーパーナイフだと？あの手紙とか破るときに使うやつ。ではあの時後ずさったのは断る動作だったのか。究極に紛らわしいぞ。焦って損したぜ。俺も驚いたぞ。後ろにいたお前たちが急に前から突進してきて。あ、やっぱ気づいてたのかよ。なんと。俺たちの完璧な尾行を見破るとは、さすがプリーモだ。知ってたなら言ってくれればいいのに。ちょうどいいと思ってな。何？少々遅れてしまいましたかね。時間通りだ、デイモ。僕を呼び出すなんて、それ相応の用事じゃないと許さない。アラウディ、よく来てくれた。なんだ、どういうことだ、これは。なんであの二人まで。さあ、これで全員揃った。行くとしよう。もう何が何やら。究極にチンプンカンプンだ。なに、このすぐ先だ。そう遠くはない。着いたぞ。ここは？おお、レストランではないか。実はみんなを驚かせようと思って秘密で晩餐の用意をしていたんだ。晩餐ってディナーのこと？日頃の感謝を込めてこっそり計画を立てていた。私たちのために？部屋に戻れば見つかるように招待状を置いておいたんだが、どういうわけかお前たちがついてきてしまった。そうか、だから。ああ、俺は昼食はいいんだ。ちょっと用があってな。また後で。あれは晩飯でまた会うっつう意味だったのか。ぬふふ、全くもってとんだ取り越し苦労だったようですね、じ。てめえが言うなよ。
さあ入ろう。店構えは質素だが味は保証するぞ。おお、このワインはさっき買っていたやつだな。ああ、もしかして魚屋のマルコや八百屋のおかみさんと話していたのも。ああ、今日のメインディッシュの相談だ。じゃああの変なお店は何だったの？駆け出しのタルボという彫金師が店主の宝飾屋でな、少々変わり者でまだ若いが腕はかなりいいんだ。はあ、そうでござるか。そんなとこに何の用だよ。今日は受け取るものがあってな、みんなのためにあつらえたんだ。懐中時計。ずいぶん前に頼んであったんだが、最終調整に3日もかかってしまった。最近一人で出かけてた理由はそれかよ。あ、お前たちに渡すものだ。ちゃんと細部までこだわりたくてな。全員分あるでござる。お前たちは俺の友であり、同志であり、ファミリーだ。同じ時を生きていく証としてこれを受け取ってほしい。裏にそれぞれの紋章と一の数字が刻んであるんだな。お前たちが考えてくれたプリーモという呼び名、俺は案外気に入ってるんだ。案外とはお言葉ですね。その名にはこの先何代もファミリーが続くようにという我々の思いがこもっているのですよ。ああ、そうだったな。特別あつらえか。悪くないものね。永遠の友情を誓う。おお、究極に良いことを言うではないか、アラウディ。違う、蓋の裏に書いてあったんだ。お、おお、本当だ。しかし良い言葉に違いはないぞ。ああ、そうだな。ええ、気に入ってもらえてよかった。ちょっと恥ずかしいけどね。恥ずかしくなどあるものか。俺は究極に感動しているぞ。みんな乾杯しようではないか。ぬふふ、いいですね。ではボンゴレの繁栄に、そしてトアの友情に。トアの友情に。